こんばんばは、えー、映画評論家の矢一郎です映画ライターの渡辺真紀です、はいえー、今夜も映画言いたい放題大放談ということで、えー、11回目あと一息で1年か<年>よく持ちましたね<笑><笑>よく<も>皆様のおかげで、えーはい、そう本当に皆さんもね皆さん見ていただいて本当に、えー、ブロスの稼ぎ頭と言われるまでに成長いたしまして <laughs> おかげさまで。<laughs> この番組はテレビブロスで、えー、と映画のテレビブロスの雑誌で映画のレビューを担当している、えー、我々2人がですね、えー、その月毎月その月に公開された話題作や個人的な注目作についてああでもないこうでもないと、えー、あまり忖度,忖度なしにあの遠慮さくなしに。 語るんでことでまあたまにありますけどねはい、まあはい、あのね最近はね僕が映画視野行くとえっとが言われるっていうそうそうそう,そう来たのって来た来てくれない方が嬉しい <laughs>、ね、普通普通はね普通はあの映画館から視野行ったら喜ばれるんですけど、ね <laughs> いや、だから、この前言った例は、若干一名が、うん、柳根下さんが来ても嬉しくないんだけど、他の人たちは喜んでれから、え、あんたたち何考えてんの <laughs> って思ったっていう話。そういうこともある。そう、はいうこともある。そういう番組です。で、はい、えっと、この番組は、えー、毎月、えー、ほぼ最終週に、え、まあ、こういう形で、えー、大体7時から。はい。えー、っと、最終週頃ですね。にやってます。うん、で、今月は、ちょっと、えー、っと、不規則な形というか、えー、 三月十一。でしたかね。えっと、アカデミー賞の受賞。資金に合わせて、ええー、だらだらと。感想を述べるというのをやりました。三、ね、時間ぐらいやって、あの時、結構見てくださってること。見たいですね。とてても多くてあ,り、うん、ありがとうございます。本当に。はい。それで、まあ、まあ、あの、いろいろ。あの、コメントもひら、ひくことができますし、なんか質問等ありましたら、ぜひともコメント欄に。 メッセージを投げましていただけると答えられるものは答え答えたくないものは答えないということになりますそれで今日のメニューはですねここになんかありますように「DUN」「空のアのセパート2」でこれはワーナーさんがプレゼントとして今回してくれてアメリカ版のポスターこれをもうかっこいいよね あの下、チャニーとポールがいますが、まあ、これを3名の方にプレゼントしますので、えー、締め切りは一応4月2日までで、えー、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。アンケートと一緒にあの放送後にね、えっと、概要欄に URL が。 でますんで、うん、そこにまあそのアンケートに、えー、答える形で、うん、あの応募していただくとまあ3名様プレゼントそうですね、はい、でまあまあその今日のメニューはまずはこのデュー、はい、でまあポスターをいただけたのも2人とも一応気が気に入っているから <laughs> そ,そ,そんなことはないそんなことはないっていうか別にですねい 語らないわけじゃないいですからね別にねいやそれプレゼントくれって私言えないまあそれって私なかなか言えないかもしれない <laughs> それはそうで今日のメニューはそれと、えー、リューンの後は、まあまは3体ネットフリックスで、えー、始まったばかりですね始まったばかり<週>3月21日に配信が始まって、はい、ファーストシーズン第全8話、えー、この3体をやりますまあ,あの初めて 配信でやるのは今回初めてね,で,ね、うん、でも一応の原作ファンで2人とも、うん、で映画もとてもあのこのドラマも大変意欲作だったのでまあ紹介したいなとであとはフランス映画の実話の映画化の「12日の殺人、はい」はい、で今回の「邦画は2本立てです、うん。 もう大ヒットしているらしい変な家子供がみんな見に行ってるという春休みはぴったりでしたねであともう一本はえ誰が見に行くか <laughs> 若い女の子が行くんですかね <laughs>、はい、4月になれば彼女は、はいまあ、エイプリルフールに生まれた女の子が悶々とする話す、うん、そうサイモン,ン,ドサイモンガーファンクに金を払え あはい、でもだからといってその音楽が流れるわけじゃない,ってないどうですっというわけでまずはディ、はい、デデーーーンンンいい、ね、はい DUN、まあ。今回は2作目ですね。 『Dune 砂、えー、の惑星』パート2ということで、うん、もう公開してます、ね、3月十五日ですからね、はい、でもう、あのー、あれです、えっとあ、前回ね、2時間40分かけて、舞台設定をしたんで、2>, <laughs> 2時間40分かけて3、3冊の原,原作の1冊だけ、設定と人物紹介、<laughs> そ,そ, <laughs> それだけで。<laughs> 三二時間四十分つく使ったんですけどまあまあそれで原作通りにやっててね、うん、原作通りなんでも、まあ、まあ面白くなかったかなとか思ったんですけど、<laughs> まあ今回はすごいうう大変面白かったです。まあもうそのともかく、まあ舞台はもうちゃんと設定したから、あとはもうひたすらドンパチやるだけだっていうことで。うん、今度は戦争だ、ね。今度ですね、まさに。<laughs> もうエイリアツみたいです。うん。ひたすらまああのまあ。あのまあ ビルヌーブクよく頑張ったねという感じでしたね。うん、でなんか私的には一作目のポールのティムシーシャラメはちょっと違和感があったんだけど、うんうん、今回はなんかちゃんと成長してる感じはしててそうですか、うん私なんか久々にティムシクいいなと思いました。マジまあ今たにシャラメはどうも和解できないな。あ本当。うん、なんかね私彼彼のあのニヤボソボソ喋る喋り方が嫌いなのよ。はい。

あと、アイマックスの試写を見て、もうマックスの試写、素晴らしかったです、ね、やっぱり、うん、もう自分がフレメンの一人になった気分になって、<laughs> えー、やっぱりああいう臨場感って、アイマックスとかの臨場感って、映像よりも音響だと思ってで音響って、やっぱ家じゃ無理じゃん。うんうん だから、やっぱ、ちゃんと、大きい劇場で、見てほしい。この映画は、本当に、あの、すご、そういう宣伝が効いてるのか、せ、なんだかわかんないけど。アイマックスで大ヒットらしいですね。いや、前もそうだった。うん、気さく。アイマックスでは大ヒットなんだけど。あ、でも、これを言っちゃい、はい、これ言っちゃいけないのかな、いい。ちょっとやめとく。はい、やめときましょう。危険と思う。危険、危険。そうなのよ。だから、みんなわかってる人が、やっぱ、いってるんじゃない。 いや、面白かった。ただと、まあ、僕は、あの、この映画は本当完全に、えー、完全にっていうか、あの、ずっと押して、あそこにでも言ってるんですけど、あの、<laughs> のはあくまでもですね、第3部、<や>リューメサイヤーを作ってくれという、で、まあ、作ると言ってますけどね、で、アメリカでもヒットしてるんで、多分やるだろうと思うんですけど、これはまだ映画ではやられていない、 部分なんでまだねあのテレビドラマとかは、あれは一緒ある。でもまあ、ちょっとやっぱり、あれ、なんだかんだ言ってね、えー、小さいんで、小さいし、本当にやばいところまで踏み込んだ感じじゃないんで、これは、あの、リューメサイア、えーと、砂漠の救世主を、まあ、パート3として作るということを、まあ、ずっと、うん、ビル・ネームが言ってるんで、それをやってくれるならと。 だだから駆け足だったんですよそれがやりたいばっかりに <laughs> なんかそういう感じはとても伝わってきますね。うんうんまあ、あとそのやっぱ第一部第一部っていうか最初にキャスティングから、まあ、その第三部でキーマンになる人のキャスティングとかがね あまあ、それは言わない言わない、言わない方がまあ、言わないですけど、うんうん、を考えてキャスティングしてんだなっていう感じだったんで。まあ、そうね。うん。だからあ見た時から、大丈夫だからやって、やこれやる気じゃねえかな、こいつは、とずっと思ってたんで。うん、まあ、これは、で、えー、第三部の、で、精神世界の対決をですね、ぜひやってほしいな、と思ってるんで、えー、それがあるから、まあ、これも、まあ、いろいろ、ちょっとね、 なんか、あの、バタバタしすぎじゃないとか、いろいろ。て、っていうかやればできんじゃないかっていうのと、これできんだったら、なんでここまでさ、うん、第一、もうちょっと第一盛り上がってもよくなかったっていう。まあ、なか時間が、<あ>なんか世話し、ね、すごい世話しなくなっちゃって、こんうん、今回、逆に。まあねね、盛り込んであるんだけど、世話しないんです逆にね。うん、盛り込みすぎじゃねえのっていうぐらい世話しないんで。うん、おえいい でもいいじゃんだから「生」と「どう」っていうふうに、ん、なんかちゃんとメリハリが違いねまあまあね<の>まあだからこ,これを見るとまあ前もそんなに悪くなかったなっていう気になるけどね <laughs> そうねレトロアクティブにい。3回見て <laughs>、うん、3回目にまあいいのかこれでっていう気になったからまあまあ今回2回見てまあ1回目からこれでいいんだよっていう気になったから <laughs> <laughs> ままああこれはででもいいですよぜひ、こ、うん、のポスターかっこいいですよね、うん、日本よりも全然かっこよくて、まあなんかちょっと苦戦してるみたいなんで、あまあそう一般劇場はね、一般劇場、ぜひとも皆さん、たらぜひ、うん、なんかこう、ちまちましてないのがいい、ちゃんと大きいスクリーンで見るべき映画っていうのが年に何本かあって、うん、その間違いなく1本なので。そうですね ぜひとも大きい劇場で体験してほしい映画だなあと思いますね。うん、まあ話はね、あのもうみんな知ってるでしょっていう。理由なんで。いや、そうなの。いや、シチュションも見てないのかな、みんな。リンチ版も見てない。原作も。<私は S 2> も,う作もう原作もうさ。もうこ,こっちたらあれじゃない。最初からもうあの石森章太郎じゃん。 ポール・ポールアトネーでョとえば石森島村ジョーみたいな顔でこういう <laughs> そなんか前のは四冊だったからね <laughs> 今今なんか三冊ま何言ってるかわかんないと思いますけどあのああののごめん何言ってるか早川賞本で最初に出,て出た時は表紙が石森祥太郎だったんですよね。うんうん 石森太郎、まあ、当時は石森章太郎イラストも入って、まあうん、イラスト入りの絵本みたいな感じだった、うん、なんか火星のプリンセス状態だったねそういうものとして売られてたんですよ当時はね、うんうん、なんでどうしてもいまだに石森章太郎イメージが強いんですけどあそれあるよね、うん、すっごくありますよね、うん、日本人だけだと思いますけどね <laughs>、うん、あの火星のプリンセスをあのイラスト描いた竹部は誰だっけ、ねあの たけべさんのあのイメージがついてもあるのと一緒だよね。<laughs> 卵卵むくせりとなななんんでこんな美人の,あのなんかあの顔は動画なのに胸でかいみたいな絵だと思うん、ね <laughs> まあ、いいんですが <laughs>、まあまあ、一度もし撮ったはそんなことないんですよちゃんと何、うん、かジョーみたいな顔したポールが出てくる。<そう> <laughs> そうなのよ。すいません。何言ってるかわかんないよね。ジョーっていうのはゼロゼロないのジョー。島村ジョーね。島村ジョー。そうなんですよ。だから、それ以来、それからずっとだから、で、それでリンチ版があってだから、もう。ストーリーはもう死ぬほど、もう今更っていうぐらい覚えてる。あ、まあね。ですけど、今の人はそうでもないのかな。初めて読んだりする感じなんですかね。 いや売れてんのかね新薬だしね前新薬でもすごくいいですよあれいいよ読んだ読んだもちろんすごくよくてよかったですねだからすごい読みやすくなってる印象ねめちゃめちゃ読みやすくなってる前の矢野さんのがじゃあ読みやすく本当のことは言えないですでもだいたい新薬になると読みやすくなってるもんなんですよだからこそ

でサンドワームって一作目のお尻の方からもちょっと出て今回もいろいろ出るんですが全貌が全然出ないんですよ、うん、だから全貌いつ出すのかなと思ったら、うん、一番かっこいいとこにガーッと出してくれて幸せだった <laughs> <laughs> っていうことを話そうと思いました、はい、<laughs> そこはちょっとあの一番あのビルヌーブちゃんと分かってるなって,るって感じですね、まあ、ビルヌーブほんとに SF ファンだからうん、うん、SF ファンらしい ところはみんなちゃんとやってくれてよかったですよね。はい。ンのはい。うん。オタクですから。次宇宙のランデブーですからね。いや、まあ、だ何になるかわかんない、ねで。だから。さあ、救世主になるかもしれない。救世主やっていうのはランデブーにもなって。四つぐらい今並行してるって言ってたよ。企画。宇宙のランデブーやったらもうまずいよね。<laughs> 私は宇宙のランディブーはできたらデビッド・フィンチャーで見たかったんだけど、ねね、フィンチャーって話だったもんねそうであのデビフィンチャーにインタビューした時宇宙のランディブーをやるって聞いてるんだけど、うん、って言ったらあ SF ファンなんですかって聞いたのよ <laughs>、うん、そしたらちょっと間を置いてノーって言ったけどファンだなこれは <laughs> とか思って SF ファンってうるさいからなみんなそういからなとか思って絶対そう思ってるよね、うん、はいっていう話突然はい はいじゃあ次が3体3体素晴らしい3体ですえっと、はい、また早川だよ早川の回し回になっちゃう <laughs>、はいえー、これはえー、っと先週からネットフリックスで全世界同時配信の連続ドラマで,で、ね、原作はリュウジキンのっと SF 小説、ね、3部作3体3部作の,部作の、えー、ドラマ化 でですねでこれはあの、まあまあ、我々はなんですけどその原作が出た時に読んで「うん、すげえぜこれは」と言っててで特に後半3対3とかになるとめちゃくちゃな話になるんで、えー、まあ、本当にこれはですね、まあ、読んだ人はわかるし読んでない人には説明しないから分かんないと思うんですけどともかくすごい話になるで言ってたら、まあ、ドラマ化でしかもあの。 ゲーム・オブスーってって、ね・ゲームスローンズのねデビッド・ベニオフがっていうことで、うん、どなんなんなのと思ったら、予想以上にすすごかったですねそうもうね、<laughs> もうちょっとね、私、夜中に一人で見ながら、えー、もうね、一人で、<laughs> えこの展開 <laughs> この人、この人だったのとか思って、一、うん、人でこんなに騒いでみた。<laughs> ドラマもないってぐらい一人で騒いでました。周りに聞こえてなければいいんだけど、<laughs> みたいな。だから、その、すごいアダプテーションのもう肝骨だったいっていうか、うん、よくそここまで変えられたなと思ってびっくり。うん、で、一応シーズン1、だからじゃあ、 あの物語が、えー、第1章だけかというと第3章第,第3章第、まあ、3章第三章第3章第3章第3章第三章第3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 章第で章第、ね、3の内容まで入ってるんですよ、うん、で、えー、一応原作はあのメインのキャラクターはほぼ中国人やっぱ中国なんで,、うん、で舞台もほぼ中国なんですが。 えー、映画、まあ、今回のドラマシリーズではそれをイギリスに変えてんですね、うんまあ、事の発端はちゃんと文革から始まってるんですが、うん、それでイギリスに変えて、えー、メインのキャラクターも、まあ、中国人ではなく、まあ、イギリス人というか何て言えばいいの まあ一応、みんな英語しゃべってるヒスパニックとか、まあ、黒人とか、中国人とか、まあ、とイギリス人っぽいんですけど、まあ、中国系だったり、うん、あの女の人はヒスパニックだよね。ヒスパニックで、すかねで黒人もいて、人種的にはこういろいろ揃ろってる感じが、うんまあ、そこら辺は気を使ってるんだろうなって感じよね。うん、でも、まあ言葉は大体英語がメインで、まあ、中国語が、中国のシーンでは必ず中国語みたいな。 ふうになってるんですよ。だから、まあ。その外国人という、あ、中国人じゃないので、名前も。全部。英語名に変わってるんですね。うんうん、ええー、名前忘れちゃった。うん、まあ、いろいろ名前、うん、で。だから。原作の名前と違うんで。でそ,うそうそうそう。最初。 誰誰が誰だかかかななんかかんわくて <laughs> てうかそう僕もそのあの結構うろ覚えなんでうん、うん、原作読んだよね,だね読み直してないから、ね、そうそううろ覚えなんでえっと思ってこの話ってこの人の話だっけとか思いながら見ててそうそう <laughs> えっと思ってえこ,の人この人があの、えー、なんだっけ最,最初にそのワ、えっと、原作だとワンミャオっていうあのナ,ノナノテク 工学者お墓で会うおっさんでしょおっさんお母さんと会ってあんた社会んとか学とかやってんじゃなかったいやいやそれは違う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 違これの人だよね目があれになる人だよねカウントダウンを見る人だよカウントダウンを見てそれで 3体ゲームをやるんですよ。うん、で、それが、それ、あの別な人になって、分けてあって、うんうん、カウントダウンの部分は別な人がやり、3、うん、体ゲームをやるのは別な人がやりって分けてあって、あこんなふうに分けてんだって言って。あごめん、今気がついた。<laughs> <笑><笑>ごめん、もうね、4年ぐらい前に。いや、そうでしょ、だから、だから逆にね、ええー、と思って。あそっか すごい脚色が本当にそのこの人、この原作のこのキャラクターをここに持ってきて、えー、あれを持ってきてっていうのを、まあ、あのすごくネットフリー版と中国版どっちが好きというふうに思ててて、はい、私は中国版を、えっと、8話ぐらいまで見て、まあ、30話見てないんですが、うん、8話ぐらい見てるんですが。うん 中国版は思いのほか面白かったことは確かないのよ。うん、ですごい丁寧に作ってて、三十話かけて第一、第一、1> 第1をやってるみたいだから <laughs> すごい丁寧なんだけど、やっぱりケレンミみたいななんかでそういうのがやっぱないのと地味な印象。うんまあそうでしょうね。うん、あ僕もえー、っと二話二三話見て、まあそれまあでも基本的に話が同じなんで。 でも同じだけど <laughs>、うん、あれほら中国の炭鉱本最初に炭鉱本になったやつを元にやってるから文革、うん、から始まらないじゃ、はいうん現代から始まって物理学者が謎の自殺をさして、うん、その理由は何なんだって下がる探、うん、すじゃない、うん、だけどあの私たちが読んでるのは権龍が訳した英語版なの、うん、それを訳してるので 始まりが全然違って、えー、あそこから始まるんですよ文学から始まるんですよねで,でその文学から始まるのはあのー、この三体って連載小説だったから最初連載してる時にそういう文学から始まってああやって三体くん読んでっていう話になるんです だけどそれを単行文化するときにきっといろいろやっぱ考えて、あのー、その文革の部分をかなり薄めた中盤以降に回したらしいですね。うん、でしかも薄めてるらしいのよ。うんうん、えのぞみくんに翻訳やったのぞみくんに聞いたんだけど<ー>それであのー、まあ 何が言いたたかったあいやいやだから <laughs> まあそれをだから権竜が結局英訳する時にあのこれ最初に連載時の構成の方がいいよって言うんで冒頭に。とうか竜辞金の方がねっあの、うん、あの希君に聞いたところによるとどっちを訳すって聞いた時に竜辞金の方が。 連載の方が自分の意図に合ってるからっていうんでうんそっちを訳したっていうんうん、だからあれしただから誰もやっぱり中国じゃできなかったってことなんですかそうってことは連載を誰も読んでなかったあの連載は連載時は、ま、あの全然 SF 雑誌に普通の SF 雑誌に載ってたんでいいやだから読んでないんだ SF, <laughs> SF 雑誌なんて読まないでしょ誰も SF マガジン読まないでしょみたいな読みますよ <laughs> 私は。<laughs> オタクだけですよ。オタクだけ。ま <laughs> だあの、ネットフリーの方がね、そういう意味では、普通に面白いと思います。うん、あの、まあ、どうしても地味だよね。ちょっとね、ねで、あの、ほら、ゲームのシーンとかが結構ダサいんだよね。<ー>でも、今回のゲームの。ゲムがね、ゲームもっとやってほしかったら。私さ、ゲームの、はい、あの、この、ほら、流線型のあれが、かっこよかったじゃん。ああ、はい、はい。あの、この。カブレかぶるヘッドセットはね。<laughs> そう。 いや、これはかっこいいわって、あの、きっと、後の水滴にあれしてんのかなとか思ってさ、まあ、何言ってるかわかんないです。<laughs> <laughs> すいません。ごめんなさい。ゲーム、あの、三体、三体人がね、作るゲーム、三体ゲームっていうのがあってね、これが、これが、その原作ではめちゃくちゃ一番、特に第一部では一番受ける部分なんですよ。ね、誰もが。 めっちゃ楽しいあの、真の思考的の人間コンピューターっていうね、<laughs> ものすごいのが出てくるんですけど、あの、今回そこがちょっとね、も<れ>っとやってほしかった。ちょっとね、もっとやってほしあ<れ>ちゃんと。原作の方が面白いよ、ね。面白い。原作の方が面白い。うん、仕組みちゃんと説明してくれるからね。うんうんまあ、の、<で>ネタはいいんだけど。そう。で、あの、ほら、私、あの、原作読んでて、好きだったら、三体が、あの、まあ、大変な気候で住んでるから、うん 水分全部取っておりたっていうのがすごいすばらしい。脱水いいよね、脱水。やってくれたとか、脱水して丸めて持ってくとかね、ばかにしてるのかっていう、バカにしてるのかっていう描写、ちゃんとあるところが素晴らしいと思います。というわけで、面白いんで、ぜひ見て、そしてシーズン2を作ってくれ、早く。早くく作ってれすごく残酷なシーンもあって、 もうちょっとそこ言わ、あのー、ハイライトなんで言わないですけどこのシーンは本当すごいですよ。ちょっとねびっくりしたさすがゲーム・オブスローンズ・ゲームオブスローンズの連中だけあって <laughs> 私こんな残酷なシーン初めて見たぐらいだったので、うん、テレビでねあんなことやるんだね<そ>っやっぱり配信だからできるよねあれまあそうですね地上波じゃできないしかも,しかも映画館でも多分できないと。 配信のがそういう意味では緩いんですね、すごいですね、緩いですよ、もう配信さまさまですよ、素晴らしい、もうぜひとも、私も、彼らは第4シーズンまでやるつもりなので、もう第4シーズンまでぜひやってほしいので、皆さん見て、第4シーズンまでやろうと、署名運動しましょうぐらいな感じ。ははいいというわけで、次の映画、なちゃんのの好き日殺人はい はい。じゃあエラちゃんが語ります。はい、私は別に <laughs> なんだその態度 <laughs> ひどいねもうはい。エラちゃんが好きなのは私が説明しますね。はい、最初あの小あの女の子が大学生？うん。大学生,大学生社会人なんじゃないの？社会人？うん、若い二十代ちょっとぐ二十代ぐらいの女の子が夜帰ってたらガソリンかけられて突然。いきなりね帰り道で、うん、友達んち遊んでたい帰り道で。で夜中ね。 でで火つけられて死ぬんですもうきっとやなちゃんそこで心をつかんそういうことじゃない。<laughs> そういうことじゃないです違う違ます。絶対そうだよ。<laughs> これはあのフランス映画なんですよね。フランスの実話で、いかにも、まあ、フランス映画らしい、良くも悪くもっていうので、真木 <laughs> さんはよ悪,悪くもの部分であんまり好きじゃない。うち <laughs>、まあ、は良くもの部分でいいんじゃないのと思ったんですけど、あの、まあ、これ実録殺人で実際にあったじ事件を、 元にした本でただ,元ただその元の本っていうのが要はその警察とある警察署の1年間みたいな、うん、そういうその警察署をずっと追いかけたあのルポ本みたいな本でその中にそんなの中に1つあの出てくる事件、うんうん、あそうなんだそう,そう,そう。だこの事件でこれ、まあね、あの落,ち落ちっていうか言っちゃうんですけど これ未解決事件なんですよね、うんで。実際の事件なんで、未解決事の結局犯人わからないままなんです。うん、じゃないですか。うん、で解決だから、いろいろ考えるっていうか、いろいろ怪しい容疑者が次から次出てきて、どうもあいつのせいじゃ,あいつじゃないか。ま,あ、そのまた、彼女が殺された女の子が結構なんか惚れっぽい子で、 割とそのカジュアルセックスとかやってる。そう、なんか下半身が緩い子だったよね。<laughs> いって言,言い方ごめん言い方、うん。まあね、それでね、あの、下半身が緩い子なんで、割と、あの <laughs> 恋人が多いんですよね。そう,そうそうそう。なんで、その、その男が嫉妬で殺したんじゃないかってみんな思って、まあその、殺され方も殺され方なんで、思って警察は捜査するんだけど、なんかどれも決定打がなくて、 で、で、ただ、ドイツもこいつもすごく怪しく見えるんで、うんうん、あの、出てくると、変なラッパーとか出てて。 な出てきてきたねなあの変なラッパができてあのなんか「俺は俺を振った女には火をつけて焼いてやるぜ」とかいう歌を作って作った歌っ YouTube で流れてるってね「ちょっとお前それ歌ってみろよ」って言われて「えで <laughs> リズムがないと歌えないですよ」って「歌うんだよ」とか言われて「俺はよ」とかってほんに歌ちょっとごめん今やなちゃんの話聞いてるとむちゃくちゃ面白いよ面白いうに覚えてきた <laughs> 私同じ映画見てるとあなたの語りの方が面白い <laughs> ありがそういうね怪しげな怪しげな犯人が次々出てきて警察がみんなこう頭を抱えるんのが延々と続くでで、えー、そのままあの、まあ、要はその目お蔵入りになっちゃってなっちゃうんだけど3年後かな3年後かなんかになんかちょっとそのやる気のあるあの女,性検事あ女性判事っていうのが出てきてこのうちこの行方この 二か月事件なんだけど、これをちょっともう一度捜査してみないとか言って、いやでも予算もないですしとか言って、予算は私がつけます。うん、で、葉っぱかけられて、またその刑事がやるんだになってって、まあ、その要は話としては、のこの主人公の刑事、その班長なんですね、警部、警部補なのかなわかんないけど、その、殺人家の、その、とある警察署の殺人家の班長の人っていうのが、まあ、あの班長になって、直後にこの事件が起きて、 でまあ、ずっとその事件に取り組むんだけどどうしてもうまくいかなくてでまあその最後また葉っぱをかけられてまたやる気になってみたいな、まあ、その彼の話なんですで彼の話が、まあ、彼がまあ言ってみればその立ち直るっていうか一つその解放されるまでの話なんですけどそれをまあその、えー、殺人事件のとその変な犯人との出会いによって描いてるっていう感じかな、うん、これもうおもかったですよその本当にあ あの何とも言えない味があってであの警察がねそのこの主人公がねずっとあの自転車こいでるんですよ。なんかねストレスがこまにたまるとなんかトラ,ック出てトラックでずっとグルグル回ってる、うん、で,でねあの同僚にね何度もそのの女とかぐグルグル回って「楽しいのそれ」とか言われていや「楽しくはないんだ」っていう「<laughs> 実は外走ればいいのに」って言われて「でも外は嫌だ」って。 最初、まあ、最後はそれで外走るようになるんですけどそれまでの,その楽しくないのにずっと自転車こいでるっていうあそこはやっぱあれ,あ,れやあれはだって警察の仕事のメタファーなわけじゃないですか、うん、要はねでそれはでも自分の義務だと思うからやってるんだけどそうじゃないんだとなんかね私はもう一個相棒のなんか年取った刑事がいて「うん、あの刑事がうざかった」<laughs> <laughs> だってさ。うざいやつで <laughs> <laughs> こっちのそのそ若い人の方はまあ昇進したばっかりの若い人のほうは一生懸命いろいろやってんだけどそのもう1人のあのベテランのおっさんの方は頭の中はあの奥さん寝取られてそのことで頭がいっぱいでそればっかかりなだ頭てだから仕事しろやと。<laughs> 少しは仕事のこと考えろよとか思って、それでなんか人生ね、その事件によって、なんか死者状かなんかに、その事件によって人生が変わった刑事たちの話、いや、この人人生変わったの奥さんで取られてたんですけどとか、突っ込みたくなっちゃって、すいません。で、なんとなくそういうストーリーだったら、私的にはなんとなくゾディアックみたいなさ、ああいうこう、犯人が、 ねうん、あれで犯人がここにいるかもしれないっていう恐ろしさみたいなのがあった、うん、だからそういうのを期待したのがバカだった, <laughs> 違ったっだからそういうのは全然ない、うん、<laughs> だからちょっと私の思ったのと違ってたかなっていうのとその寝とられおじさんがうさぎ <laughs> <laughs> なんかねあの家を産んでてその彼の家に居候したりとかしてでもんか変なことギャギャ騒いでさもう本当に旗迷惑もいいとこだったよね映画ですから映画ですでも実話の映画ぐらいいたんでしょうきっとそうかな実話といっても刑事までは全部外ではないと思うんですよじゃあこの主人公のヨアンっていうあの人はいたのかねあの人多分いたんですね でそ,のそうそう、でね、まあ,あの後からね、えー、入ってくるあの、その班に入ってくる新人の若い女の子の刑事っていうのがいて、そこら辺でもあって、ちょっと徐々に変わってくるんですよね、雰囲気も変わってくるし、その彼女が、まあ、あの男が殺して男が捕まえるんですね、男の世界ですねみたいな冷めたことを言ったりするっていうのも、一、うん、つ。 面白かったななんか一応すごくセザール賞とかを取ったみたいですね作品監督女演男優ってさジュエある人じゃないですかあのンダインユーってさジュエンっとやジってどうでエンダインユーってさジュエンダイ結構好きですねュエンダインユーってさジュエンダインユーってさジュ 悪なき殺人っていうのを見てるの、悪のよかったですよ。見てな。うん、っていう感じですね。はい。で次の映画なんか早い早いですね。早々いってます。はい。サクサク次の映画これです。ついに来ました。変な家。やなちゃんは変な家を二度も見てるんですよ。<laughs> どう思いますかみんな、ね。これ見なんか前見たとき寝ちゃってちょっとダメだと思ったんで <laughs> もう一度見に来ました。 寝ちゃったからよく分かんないなと思ってたんですけど起きたらさらに分かんなくなって <laughs> 見たらさらに分からんわこれと思ってお子ちゃまがいっぱいいたでしょ、ね、隣になんかあの男女カップルがいて、うん、男の方がなんか怖がってたのかなんだかわかんないけどすごい女の子に覆いかぶさるようになんかやってんのかなこいつら中学生が <laughs> 中学生の分際でなったぐんとにもうとか。 <laughs> 羨ましいみたいない。いいそういう映画です。はいえー、とこれは何ですかね、っ、えー、とはユーチューバーなんですかユーチューバーのウケツっていうユーチューバーがい,いるんじゃないですかそれで、うん、こない、紀ノ国屋行ったらもうすごいなんか、ま。これがその、えー、とっそれが漫画,に漫画になったのかななんか原作あの、ライトノベルみたいな本もある、うん、原作本になって、それが漫画になったのか。それでなんか大ヒット らしいんですがうん、うん、これさこれ今回見ててさ、うん、今回見て一番思ったことっていうのが普通ねなんかこの,この家が変でさこの家が変だ <laughs> この,あのなんかことこ,こにあの通路があるとかなんとかそういう話じゃない通路っていうかなんか謎の空間がちっちゃい空間がある。 ミステリー的か、ミステリー小説だったらさ、うん、その壁とか測ってさ、うん、壁が測ってこの壁に変なスペースがあるからそこに何か空間があるんだって。 推移するわけじゃないですか。うんうん、これ最初からさ図面があってさ、図面にここに変なスペースがありますって書いてあるわけ。図面じゃなくて見,見取り図です、ね。間取り図。間取り図があの。あの、なんだっけ、不動産屋さんによく貼ってる間取り図。なんですね、間取り図しか出てこないんですよ、この設計図とかそんな詳しいのは何も出てこなくて。うん、で、せあの建築家っていうせ設定の佐藤,佐,藤郎佐藤二郎がそれを見て、 これは殺人に使う人。人を殺すための部屋で、家で,す家ではないでしょうかとか。え、なんでこれ見てそう思うのとか思って。だから、何の意味も建築家にせずに、うん、そういう、何でもかんでもそういう殺人に結んだし、もう、やなちゃんみたいな人にすると、<や>きっともうちょっと説得力があったじゃないかな。ないよ、ないよっていうか <laughs> ない。いや、本当に、だから、その、な,なんでそのあの、あのマトリズ 間取り図を不動産はどういうつもりで作ってんのなんかきっとあなあいうの。<laughs> おかしいでしょっていうあそもそもあその、ね、その変な家があって変な間取りの家は結構好きなんで今の家に住む時もあの不動産屋さんには中にい,い不動産屋さんがいるんですけど、うん、あの変な間取りの家好きですから変な間取り探してくださいって。うん 変なのの家に今住んでいやいや今のちょっと変ですよ曲がってあの三角形の部屋とかありますからそういう意味じゃないあの変な間取りなんか面白いんでだってつまんないじゃん一応建築家出てるんですけど何かその団地の団地のさ間取りとかって決まってるパターンつまんないでしょ前はだから変な前も変な家に住んでて変な間取りでそこもなんかすごい長い廊下があったりするんでいやいやいや小石家にいた時ね 長い廊下があっったたりしして、うん、た楽しかったんですよ、うんうん、だから好きなんだけどそ,れそういう変な間取りとあの,の殺人に使うあの人を殺すための廊下通路が隠し通路がありますとかっていうのとは全然違うでしょうん、うん、へ変な間取りじゃなくないそれ。うん <laughs> そもそもそれよりもあれを見てそうだと言,い言う佐藤次郎はすごくなかった、ね、そおかしいんだけどさだから殺人マニアみたいな、うん、ね何でもかんでもすぐ殺人に結びつける人の説得力があるわけよ、うん、私はやっぱあの家はあの家っていうか本当不動産は何を考えてるのか全然わからなくて不動産出てきませんちなみに不動産は出てこないんですよ <laughs> だってねあのあの間取りで出してそれでまあ売り売りとか言ってるわけじゃん、うん、で。 その家に行ってみたら、うん、そう、家具そのまま放置してあるんでよ。それはいいけど、リフォームもしてないんで。売るつもりなのかよ、<や>これで、でだってさ、床に血のりがついてて、ひっかき傷なんかガーッとあって、え、これで人を入れてたのかなと思って、<laughs> もうそこら辺から IQ が低すぎる、とか。なんかさ、その、変なマドリネがこの、そのね、人を殺す家だって言うんで、うん、その間宮祥太郎くんが、YouTuber なんで、行くわけじゃないですか。 取材に行くぞって言って行ってあのワっ,って入るんですけどいや別にそこ売ってる家で工藤 <laughs> さんに行,に行って内見すればいいんじゃないのと鍵もらえよと <laughs> 不動産屋さんに聞けばいいよね <laughs> うん何ですかこの, <laughs> この家はって聞けばいいんじゃないなんでここ鍵 <laughs> いやなんでしょうねいいないよね 本当にね不動産屋の存在が本当に謎ですよ、一番の。何もなかったね、うん、で昼間に忍び込むしねそうそうで、忍び込んだら真っ暗なんだよね、本当 <laughs> 真っ暗なんだ <laughs> もうこんな懐中電灯がないともうあの10センチ先も見れないぐらいの、昼間、なんでこんなにこの部屋暗いのってぐらいで、カーテンつけてもうここまで暗くならないだろうって感じ。本当にね、でそれでほら隣のおばさんが、うん 見てたとか、うん、あの、あある日ね、全部いろいろ教えてくれてる。昔。写真まで撮ってるんそう。ま、写真、あの、子供の写真撮ってた。そうそう。あ、それで、あ、皆さんもし見に行こうっていう人がいたら、これから聞かないでください。<laughs> これから耳をつぶといてください。<laughs> ネタバレを今から言いまくるんで。それで、ほら、あの、隣のおばさんが、うん、あ、そう言われれば、ちょっと前に、なんかちょっと前っていうかさ、うん、あの、なんか、 ああいう子供はいないはずなのに、ちっちゃい、この赤ちゃんしかいないはずなのに、なんか10歳とか、それぐらいの子供が窓から出てきて、うん、あら、どの子かしらとか思ったことがあるわ、とか、うん、よく覚えてるな、<laughs> おばさんみたいなのがあって。<laughs> ええ、で、それが後から種明かしになるんだけど、それはその男の子が、その窓のない真ん中の部屋に、そこで閉じ込められて,たって、えー。閉じ込められて。うん で、まあ、閉じ込められている理由ももちろんあるんですけど、でところが閉じ込められてこんなお面、もうその時からお面つけてて、ねうんで、そこであの太陽の光とか浴びず、そこにずっと育,って,るんだ育てられてるんだけど、そしたら、そのそれ、ちのみ業の赤ちゃんよくわんないねあれが2人のその夫婦の子供なんで、その子は誰かから預かった子よね。そ、うん、それでその長野 長野が実家で長野に呼ばれて長野に夫婦揃って行ったと血の実を置いていてくんですよ <laughs> <laughs> えこの「血のみを置いていく?」と思って、うん、でだから血のみは泣き出すやんビーって、うん、で泣き出したらその子があ「どうしたのかな?」って言って,きて出てきて、うん、なんかちょっと絆ができたみたいな描写しあがって <laughs> えそれちゃんとどうなってんの <laughs> 別にねそそのそのさ なんかまあ、その人と会わせないように育てられたという10歳の子ど、うん、そが赤ん坊を見たって何も役に立たないしねそ<や>そもそもだから,ほら絆ができてて見てただけであれ多分泣い,て,たのい見ててそれでなんかこう手をちょっと握るみたいなあ、うん、みたいな感じそれがあったのかなって、うんまあ、だからあんまり意味はない、まあまあ、ほとんど何の意味もないんですけどね。<や> <laughs> いやでも本当にね、この、このね、まあこの言っていいのかな言っていいのまあわかんない。そのネタがともかく本当すごくて。八墓村だったよね。犬神家のいそい。そんな、<laughs> 横溝精神に舐められますようなこと言ったら、<laughs> ふざけんなと言って。いや、ふざけんな。<お> <laughs> なんか、なんかその田舎の変な家、あの、 な,なんとかけ片渕け<家>っていうその旧館に行くとさ行ってそじゃあその家では昔その昔なんか女中に手をつけて子供を産ませた当主がいたんだけどあ産ませてこのなかった妊娠させはませただからその制裁が怒り狂ってそのまあ折巻してあの流産させてしまったでその流産した女中はあの頭がおかしくなって。 自分で左手首を切って死ぬんんよよね、うん、もうよくわかんないですよ手首を切って手首を切ってってその<も>ここに切ってじゃなくてここね自殺して切るんじゃなくてここ直径切, <laughs> 切断して切,切断して自殺どうやってやったんだって思うんだけど左手首を切って切断して,切断して死んじゃうんだね、うん、で,でそれからその家には何か変な不幸が。 たたびび重なってってこれはおかしいなと思うんで、うん、霊媒師に聞いてみたらその人の呪いがかかってるからそれから左手首を切ってお供えしなさいだからその左手首を切るために <laughs> 人殺しのへ家を作ってそこに人を誘い込んでは。 子供に殺されそのなんか太陽にあのなんか特別な育て方をした子供に、うん、そに手首を切らせてそれをお供えしましょうっていう話になって10年間それで育てた子供にに3年連続で殺せとで、うん、そ3年連続で育てろ、うん、あの捧げろって言ってでまあその、えーまあ、そ,れそれの際という話なんです ですけど、まあ、その、休暇がね、当、ま、学、あ、あって、その、そこの家に行くと、その死体がいっぱい転がってん過去の、過去にこれまで何人も殺してきて、何人も手首を切ってきたって。何人も手首を切って、全然聞か、聞いてなかったんじゃ、その、<laughs> どういうことなんだろうと。いや、だから聞いてないなら他の霊媒師に聞けばいいじゃんね、ね。<laughs> その霊媒師の、そういうことなんで信じたの、お前らっていう。そう。なんかさ、それを明治時代から、うん あの令和までずっと信じ続けた家族の話なんだよ。<laughs> 本当変な家だよ。ふざけんなよ <laughs> 変な一家だよ、ね。変な一家ですよ。一族がとんでもないですよ。<の>これが大ヒットですから。それでその川栄って子がなんかまあその家の血筋の子なんだけど。 でその子がなんか気持ちの悪い実家そのおもおおもおもやっていうかさ、うん、そこはすごく気持ち悪いとこで私あんまり行ったことないんですけどとか言いながらまどりそうかすごい声明に来て <laughs> ここがこうでこうよく覚えてるねてよく覚えてるね私なんかこあるごとにあの佐藤次郎が突然出てくんだよね寝室鬼没 あ、疲れた。<laughs> <laughs> はい、そういう映画ですよ。大ヒットです。あの中学生がみんな見る人ね。うん、おかしい。はい、いや、でも、こんだけ話題性がある映画すごいよね。もうね。うん、本当に、本当に無意味な映画作るよなでも、私、この映画の説明したら、みんな見たいって。<laughs> <laughs> ほら、これで、今日で、今日の、これで、まだあれですよ。百倍増ですよ。うん、はい。はい。そして。えー はい。最後の、今日最後の映画。四月になれば彼女は。はい。これは、えっと、さ、これはあれですね。森七が世界の果てから手紙を送って、あの、佐藤健に手紙を送ってくるんで、長澤まさみが拗ねて家から出よう出ていっちゃう ま簡単に言えばね <laughs> 簡単に言えばそうですよ。だから長澤まさみは永遠の愛とか信じたいなとか思ってるんだけど結局佐藤健と森七菜が永遠の愛になっちゃうんで私の出る幕がないんだけどでもその。 この奈々って子は一体どんな子なのかなと思って気になって会いに行くね、うん、私はさ殺しに行くのかなって思ったぐらいだったんだけどあれがねその森奈の々が、まあそのえー、とある千葉かどっかのホスピスにいるんですよね。あ千葉だっけ、まあ、わかんないどっかわかんないあの関東どっか千葉あの漢字からして房総かなあの静岡のほうかどっかそのぐらいの感じかなと思ったんですけど。 そそれでそこでこいろんな人の写真撮ってるから私カメラマンとして入ってるのかなと思って思そもそもなんであそこに森永がいるってことがガサマさんに分かったのかがよくわからないそれなんか,か,らなか名前で検索したら出てきたってことでもそれぐらいですぐわかるのにいやだから手紙に書いてたんじゃない名前は書いてあった住所は書いてなかったでや。 まあそこはよくある。なんせね、森七なっていう子が、なんかもう嫁行くばくもないのに、もう健康的で、<laughs> 私、本当にそこのカメラマンとしてやってんのかなと思ったら、次の瞬間死にましたとかっ、え、この人悪かったの <laughs> ぐらいな感じで。いや、もうちょっと役作りしようよと思いましたね。ちゃんと痩せるなり、こけるなり。まあでもなんかその、全然さ。でもほら、例えば、 がんみたいだったから、例えばこういうふうにして、なんか、それ長澤まさみ得意じゃないですか、それはね。あそうなのいやいや、昔、昔やってたでしょあの、世界の中心で愛を叫んでたじゃないですか。無理、まナーとかさ、すればいいのに、だから。いうか、そもそも全然老けないじゃないですか、この人たち。あ老けない。年齢が、だから話としては、10年、えっと、大学時代から、その今、現在っていうのが10年後ぐらい。ちょっと待って、やなちゃん。 いやこれ,<え>これがどんな話か一切話してないよ <laughs> いやだから話したじゃ森田なんかって世界の果てから手紙送ってくるんです <laughs> <あ> <laughs> いや森田だって<や> <laughs> ごめんそれはねごめん皆さん今それはねかなり後ろの方の話でいやもちろんそうなんですけど最初はこの佐藤健が精神分析みたいな仕事してて長澤まさみが 動物園の,あの、はい、獣医さんで2人は同棲しててもう結婚のカウントダウンなんですよ、うん、だから結婚式場とか探しに行ってて,えて,とてそれで、えー、と3月31日、うん、31日あるんだっけ3月って、うん。あります。で3月31日の12時ぐらいに「誕生日おめでとうとか言って、うん、ケーキもしたりとかして」えとか言って2人で食べてで、えー、の歯磨いてたら「うん 永遠の愛が続くにはどうすればいいんだと、か一人も言ってた。ぶ,つぶつ言い出してね。<laughs> ノイローゼですね長瀬のまさみがそんなこと言い出して、佐藤だけが、え <laughs> みたいな感じになって。で、それで、 そういう言葉を残してあそれでそもそもあの「じゃあおやすみなさい」って言ったら二人はお同じ部屋で寝るかと思えば別々の部屋で寝ることで二人の中は結婚はするんだけどどうも中はなんかもうその時点でさえと思ったんだけど、うん、私もいやなんか分かりやすい図だなと思ったけどさ <laughs> で,で次起きたらなんと長澤まさみは。 忽然と姿を何も、手紙も何も残さず、うん、忽然と姿を消してた。それで、佐藤健は。あれ、どこ行っちゃったのかしら。<laughs> その、<laughs> その日の晩、なんか、あの、誕生日ディナーの予約をしてたんで、行くんだけど,、まあ、かど。あの、特に来ないし。で、連絡もないし。で、デ、え、ィ、ー、ナーすっぽかして。でしょうがないから。あ、そうなん、ディナーね。そそうで、しょうがないから、な,からなんか、その。職場に聞いてみたら。 いや、長期休暇を取って休んでますって言われて、うん、え、どうしようって。別にどうもしないんだよね。なんかお前探してるて、ね、お前探してないんだよ。それで、その、なんか行きつけのバーに,のに行って、行きつけのバーで、いやーなんかいなくなっちゃったんだよねとか言ってるから、お前そういうとこだぞと。そういうの、そんな中捨てられるんだよっていうとしかもうみんなに言われるんだけど、本当にその通りだと思って。<laughs> 見てて。<laughs> お前もそんな好きじゃないだろう、あの、中澤瀬のことっていう。 うん、感じだったんで、うん、全然だから熱がなくてそれで昔あのそこには何で,何でかっていうと「いやそれはさあお前がさ昔の彼女から手紙もらったりしてるからムカついたんじゃないの?」とか言,言われて「はっ」って言ってそれが大学時代の後輩,、ねえー、後輩で同じ写真部にいてまあそれでお互い惹かれるようになって付き合うで。 そのペルーとか行きたいところが3箇所あってペルーのユニエンコとアイスランドだっけアイスランドのブラックビーチとかアイスランドだっけアイルランドアイスランドアイスランドじゃんアイスランドじゃであとあとプラハそれ本当よくわかんないけどなんであの世界の果てとさプラハなのプラハなんて一度も行くんじゃんまあわかんないけどその3つきっと撮影隊が行きたかったんじゃないそれでその3つ。 <laughs> 田村元気がねねたたかったんだよ、ねうん、でその3つをあの行こうっていう話で盛り上がるんですよで盛り上がって本当にその世界の果てを回るツアーを組むんだよ、ねうん、で,組んで2人で行こうって言ってて <laughs> じゃあその前に、えー、と森七々のお父さんに挨拶に行くって言ったら、うん、お父さんがね <laughs> 竹野内豊が演じてんだけどお父さんが。 気持ちの悪い人で <laughs> もうあのまあ<然>母子家庭庭ずっと、ねまあ、お母さんが死んじゃったかなんかでずっとあの竹野内豊が一人増ってきたでなんかこっちに来てって言って暗室みたい写真の暗室みたいに連れて行かれて行ったらそこに彼女の娘の写真がば といっぱいあっあてえー、と思ったら娘がいないと生きていけないとか言って、そうそう泣き出したんじゃなんかね、自分、彼女がいないともう生きていけないん,だなんもう一,一寸たりとも離れたくないみたいなことを言い出して、た佐藤けがドンビクだよね <laughs> <laughs> それはドンビグは <laughs>、ね、私たちもドンビだからねビな何なのこれと。何このお父さんみたいな感じで、うん、それで。 だけど、まあ、行くつもりだ、みたいになったんだけど、うん、いざとなったら、あ、皆さん見てない人は <laughs>、もし寂しいにしてない,ない <laughs> もう遅い。もう遅い。<laughs> で、うん、そしたら、そこで、あの、空港で待ち合わせする、一応行くことになった。うんうん、だけど、彼女は来なかった。 一人で行けよなって思わなかったいや、彼女来なかったっていうか、来るんだけど、荷物持ってなくて、やっぱりやめたとか言って。やめたって、挨拶したっけじゃあ、空港で会って、荷物持ってきて、それで、心こ折れてやめちゃ俺だったら行くけどね。だって、だって、ヤドも全部取ったんでしょ取ってるのに、も行かないんだよね。何それとか、目的は違うんだよ。彼女と行くことが目的だよね。写真を撮ること、優先順位の一番は写真を撮ること。それ、確かにショックだけどさ。 ショックだけど、逆に言うと、もうこの野郎、もうすべて忘れていってやるぜみたいな感じじゃない,い私も行く、うん、もったいないよね <laughs> もいい。もったいないですよ、上にエンなんて行かないよ、なかなか。かないお金かかってるよ、ああすごいよ、大変ですよ、ペルーの大体のところね。<も>しかもあの、その頃は、それは今じゃなくて、だ10年か20年前の話だから、学生,学生時代にそんなところに、ね。アルバイトしてる形跡ないしね。うん うん、お金持ちなんじゃない。<laughs> 実家が二人。<laughs> <家><れ>だってほら佐藤健は家家がお医者さんとか言ってたじゃんあ。ああまあ言継ぐってそんで、ね。うんうん、それにしたってですよ。まあね。で、うん、それでま,<っ>まあそれをきっかけに二人は別れるんですよ。で別れてまあ精神分析だったあの精神分析になってまあ医学部の学生だったね。うん、で精神分析になってそこの えー、患者の一人が佐藤、あえ長澤まさみだったの、うん、で、だんだん,なんか不眠症かなんかで来るんだよね。不眠症だったね。で、それでだん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 仲良くなってきて、まあ、付き合うようになってまあその。精神科医が患者と付き合うっていうのも、そもそもね、だいぶ問題があると思うんですけどね。手出した、手出した。いろいろ問題ありすぎなんですよ、これ、本当に。でそれで まあなんかもう結婚まで行くんだけど、うん、長澤まさみが、彼女の手紙を盗み見るんだよね、うん、盗み見るんでしょ、あれ。っていうか、まあまあそうで、えでもそれ見るっていうか、普通に見せてたよ。見せてたか。うん、あの来た手紙が来て、なんかその、彼女がその要は、まあなんだかんだで言うとお父さん、お父さんが死んだらしくって、死んだんで、ようやく自由になったから、世界中飛び回ってます死んだっ,て書いてただって死んだんでしょ。 いや、あれから出てこないからどうしたんだろうと思って死んだよ。死んだって言ってたと思うの多たぶん。言ってたのでも自分が死にそうだから言ったんじゃないまあ、それはあるかもしれない。でも、いや、私、見ててお父さんが死んだっていう、皆さん見た人、ちょっと、なんかくれませんなんか、いや、死んだから自由になったのかと思った。そういうわけじゃない。いや、だから私は、自分が死ぬか、父親が死ぬか、どっちからみたいな。でも、2人ともじゃ死んだってこといや、だから、 あんだけさ印象的な出方をしたんだよ、うん、それなのにその後一切出てこないからどうなってんのて、ね、って思ったんだけど死んだんだったら、ねうん、まあねそうともかく彼女がその自由になったので一人でその行くはずだった世界の果てまで行って、うん、そ写真を撮って送ってくるんですよねでまたそれがだからキャビネで送ってくるキャビネ本当にさこれいつの時代の話なんだと思っていま <laughs> だに銀円でデータじゃないからねそうそうデータじゃない <laughs> それでその手紙にね、えーあの、自分の命より大切な存在とうんぬんかんぬんとかって書いて、うん、そこに長澤まさみがビビットに反応したって。<laughs> じゃあそうなのかな、まあ、うん、まあそう、とももう真相だからっていうんで、うん、でもさ、真相だからって書いてるのに、それに対して、そんな手紙をもらってるにもかかわらず、探そうともしない特に。 たけるすごいね。そうこいつは本当にね何も感情がないみたいに全く誰に対し。今言いながらね思ったよでしょ。普通さ昔あんだけ好きだった子が死にそうん、だって言ってんで写真まで送ったら一体どこにいるのか探すけど探そうともしてなかったよね。全くだって手紙ポンとさあれに入れて終わりだから。そうだね。死んだ死んでない両方コメントありどっちだよ。誰もわからない。<laughs> 誰もわからない。<laughs> 分からないってことですか分からないですね。だから後から出てこなかったから死んだんじゃないっていう考えなの。<laughs> まあそうだよね <laughs> だって死んでたらさ生きてたらさあそこでそのあの遺品をさ佐藤健が取りに行くところで父親、うん、出てくって一言あるよね絶対。っていうかさあんだけ好きだってことだったらホスピスに付きっきりになるよね。って,っていうかあんだけ好きだその、ね、ショックショックかもしれませんよ。 それでやっぱりいけないって言われてでそこでさそのまま別れちゃうんでしょ、うん、ひどくないそれ、うん、いやだから佐藤健のあれがあ,あいつが薄いのよ基本的に感情があんまねいイケメンな、ね、イケメンなだけで全然感情が薄いんですよなんか佐藤健がすごい頬がこけててがん患者はこっちじゃないかと思ったぐらいだったよ<笑><笑>いや本当にね謎ですよこれがでだからどうその長澤さ美が、うんまあ、その手紙を 読んでこの森七ってこと、佐藤健は、えっと、自分には、AN、自分には、永遠の愛っていうのは分からないっていうか、手に入らない、どうしたらいいんだろうって言って、永遠の愛を手に入れるにはどうするって、まあ、ちょっとそれが疑問あるわけです、なんか答え言ってたね答えは、手に入れないこと、最初から持たなければなくすことはないと。 アいかよっていう。そんなことないんだよ。そんなことんないやもんよ。<laughs> お前は一休さんかよっていう。そんなとんちいらねえよっていう。<laughs> あ、聖ゴーンガールですか。ね、え、そうなの違うよ。<laughs> <laughs> だから その殺しに行ったって思ったんでしょう、ね、えっ <laughs> そうなの <laughs> だってこの二人は自分の彼とこの人は永遠の愛を持ってるから<ー>そいつを殺しにそれも勝手なさ思い込むだって佐藤健は誰も佐藤健は誰も愛してないんだよこいつは冷たい男ですよでも佐藤健が愛してるとそうだよねあの態度すごい愛してたらあんな手紙今の彼女に見せたりしないよね。うん っ普通見せないよね。うん、しかも,もう真相の人が書いた手紙を見せる <laughs> 佐藤だけ精神分析なのに全然分かってない。佐藤健がどんな性格なのかっていうのはほぼえら描かれてないからね。そ,ねあまあ、それ言うならみんな描かれてるかっていって、描かれてないんだけどね。 いやそれで, <laughs> で長澤まさみがそこにいるって何で気づいたんだっけホスピスにいるって知って迎えに行くよ、ね、最後行くんだよ迎えに行くんだよねだから迎えに行ったって2人は 2> あの写真ってあったんで<あ><あ>撮った中に森永の撮った写真の中に長澤まさみが映っててあ,<ー>あそこにそれでパッとビビッと分かるのもすごいんだけど <laughs> <laughs> ビビッと分かってあそこにいると。 だから結構時間経ってるんですよ、ね、なんヶ月も経ってるんでしょ、実はでもあの。森七菜ちゃんがずっと健康だから、<laughs> <laughs> どれぐらい時間がどれぐらい経ったか長澤まさみが獣医の仕事を休んで、うん、そこのホスピスにボランティアで行って、手伝いをしてるんですよね、うん、その森七菜に会うために。っていうんだけど、そこまでの間の時間が結構あると思うんで、うん、まあ、その、もともと計画立ててたんでしょうけど、 それにしたってねあのいきなり行ってじゃあ今日からちょっと私ボランティアでってそんな入れてくれるもんなの入れてくれてたよ <laughs> <laughs> 入れてくれてたもう <laughs> <ー>獣やってたからじゃないえ獣医獣の動物の世話するのと違うと思うんだよなぁ、うん、まあなんか早い話が、うん。 や奈、まあ、ちゃんは80年代の恋愛ドラマみたいだって言ってたけど、私、こういうドラマあんま見たことないので、<や>なんかこう、頭の中にクエスチョンマークがブワーって。いや、私,私もよくわかんないけど、まあ、これ、岩井俊二フォロワーの、岩井俊二フォロワーが作る岩井俊二的な記号をこう、散りばめた写真とか、手紙とか、うん。そういうのが。そういうの。手紙好きじゃん、岩井俊二って。あ、岩井俊二、知らない。<laughs> え、この前、手紙やって。やってた。毎回手紙を送ってるでしょあ、そうなん,、うん。で、手紙、手紙で、なんか、人のふりして、手紙送るとか、大好きだから。ああ<ー>。そういうやつでしょう、これは。別に、すれ違ったりとかして。うん、まあ、だから、だから、なぜか、あの、手紙、いまだに、二十一世紀で、あれにもかかわらず。手紙、写真。うん、ノスタルジアみたいな。感じな、うん。まあ、ね。うん。でした。まあ、なかなか。 よくわけのわからんい映画でした。なんかそもそもさ永遠の愛をとかいうああいうセリフ入った時点でドン引きになっちゃうよね。いやだねー。うーんそうですよ。なんか言いたいことあったるのに忘れちゃったな。はい。<laughs> はい。 じゃあそういうわけで、4月になれば彼女、はい、あ、そうそうあのね、そう一番言いたかったことはね、あ,あのなんで4月1日生まれなのに名前が弥生なのかっていうことですね。<laughs> 弥生って名前だった弥生ですよ。よ高砂まさみがね、高砂まさ<ー>ずっと気になってん最後まで。1月ね、あと1日あれだったら弥生でよかったね、<ん>3月だったのに。なぜ？ほら、エイプリルフールに生まれたからなんかすごいひねくれたんじゃないですかね。<laughs> <laughs> はい。 はいそういうわけで今週今月も今回も素晴らしい映笑顔いっぱい語りましたねよかったよかったどうでしたはいどうかマキさんね十回目デューンと三体ですよデューンと三体もうこれだけ見れば大丈夫はいま三体見てください本当ねネットフリックス入ってみて 原作を読んでない人あの私の周りは原作を読んでる人が多いので、うん、まあその反応しか今のところ聞いてないので読んでない人がどんな反応なのかっていうのがちょっとやっぱ気になりますね、うん、あのちゃんと面白く見てあまあでも、うんまあ、普通に面白いんじゃないかと思いますけどね、うん、やっぱりその三体ってその三体成人が攻めてくるよ、うん でも400年後ってこれが面白いところよね、うん、すぐにじゃなくて400年もかかるだ、ねうん、からその間人類がどうやってうおさをするというそうそ,うそ,う、ね、それをあのどうやって対処するかっていう話なんで、うん、そ,こそれが今までの侵略 SF とはちょっとかなり一番違うとこで、うん、とても面白いです。 舞台を移しても違和感が全然ないとか,はかった、ね、そうですね、そうそう、うん、それは本当にそう。まあ、だからあ、あれ、ゲーム、ストーリーが、やっぱり、あのしっかりしてるから、かから骨太ですからね、うん、っていうところはあるんじゃないですかね。はいはい、というところで、えっ、ー、と、あのさっき最初にも申し上げましたけど、リュウン。はい スナナ・ワクパート2のオリジナルポスターかっこいいよね、はい、かっこいいポスターこれは私も欲しいぐらい、うん、私も欲しいです <laughs> 応募しなきゃいけないここで2枚もう売れましたす <laughs> ませんそんなことはい、えー、3名様にポスタープレゼントですんで、えー、4月2日までにえっ、ー、と概要欄放送終わった後で概要欄に URL が出ますからそこから、えー、アンケートに答える形でご応募ください締め切りは4月2日当選の発表は商品の発送をもって返させていただきますはい <laughs>、はい はい、というところではいで、ね、次回次回は4月下旬月ゴールデンウィーク前ですかね4月の下旬何があるんですかね4月の映画って大きいの何かあるのいやまあ普通にオッペンハイマーの話とかをオッペンハイマーゴ<ス>ーストバスターズはいあと何があった ?4 月って何があるの4月月ですかね4月って あ、ゴジラがあるあのコンブ対ゴジラもう今スタ場来てたよ本当？うち来てないな。来てるよ。本当？じゃ家帰れば来てるか。うんいやスタ場じゃなくて東方だから。あおえ東方なのあれ。だってゴジラ対あれはそうじゃ。あゴジラは全部東方がやるあそうそうそうあのアメリカはあそこなんだけどあのどこだっけレジェンダリーレジェンダリーでワーナーなんだけど東方 になっているのので私こ同じ監督の前の作品が実は大変気に入っているので期待してます。そこら辺の話ができるといいいですねとうわけで、今日もありがとううチャンネル登録、チャンネル登録高評価、あとね、イベントをやったら来るっていう、やって、イベントやってみたいなメッセージをいただけると。 やることになるかも。町内会でやります <laughs> 公民館でね。公民,で公民館でやる、ね。公民館でやる。ごさわり。ごさわりしていただけると、<laughs> はい、ありがたいと思います。はい、よろしく、ありがとうございました。したじゃ、あまた次回。また、よろしくです。